こんにちは、中島健人です。松本穂乃香です。桜のような僕の恋人、見ていただけましたか？付き合いたてのういういしさとだんだんと距離が縮まっていくデートシーン、キュンキュンしていただけましたでしょうか？そんなデートシーンの、はい、未公開映像にもですね、たくさんの胸が高鳴るシーンが詰まっております、うん、はい、なのでぜひ一緒に見ていきましょう。いい感じ、いい感じ。本当にさ、うん、マジで楽しそうだったよね。最終日だったから ね、撮影最終日でさ、いや本当に引くほど楽しそうなの。私が素で楽しんじゃってるからね。でもその素をさ、うん、なんか切り取っていただけてる映画じゃない？ね、それが許されてるというか、いい、それがもう成立してたんだなって、うん。今のは私に2点。ここここ。ここ？うん。すげえ。止めね、ここに。あ、ここも鮮明に覚えてます。古着屋さんね。すごい。あのさ、なんか。いろいろとさ、なんていうの、服試着したりしてさ、うん、実際にこれ欲しいなみたいなのもあったよね。いいねみたいな、うん、これもさ、カメラマンさんがこう必死でついてきてくれる。かわいいよね、やっぱデートシーンがさ、ね、羨ましいもん。良さそう。この美咲さんのファッションもいいよね。うん、かわいい、ね、茶色も珍しいかもしれない。またこういうこの衣装がね、うん、後々に出てきたりもするもんね。出てきましたね、うん、あ、いいじゃん、いいいい。いやだって、いやでもちょっとなんか派手すぎないかもって。ほら自信持って、はい、うわ、懐かしい。待ってください、じゃあちょっと待って。すっごい楽しそう。なんか店員さんにさ、詰め寄っていく時あったよね、うん、あったあったあった。試着したいんですけどって、ハルト君が。もうさ、ハルトもさ、浮き足立っちゃってるからさ、うん、来て来て。怖い怖い。なんだ、みさきさん。あ、出ました。初日です。初日の撮影です。うん、いや初日、そうだね、見てるとまだ我々もちょっと敬語で喋ってましたね。まだ、うん、まだ距離感がね、ありましたね。いただきます、うん。そう、もう食べ物に遠慮するなという監督の。もう二人ともね、はい、働いて働いて、ろくにご飯も食べれてないはずだから、うんうん、がっついてくれっていう。いっぱい食べたね。食べたわ。味付けもバッチリです。あ、大丈夫ですか、美咲さん。水水水、うん、はい。エビ殻ごと食べちゃダメだ。気をつけてください、それ。あ、出ました、公園。自由に喋ってる部分多いよね。多い。本編ではね、流れてないからね、あんまり声が。自由でしょ、だって、はい、何撮ってもいいんでしょ。大丈夫ですよ。じゃあ何撮ろう。うん、いっぱい撮るね。あ、待って。何？こっからのこのお花も綺麗かも。ちゃんとしたい。日向の中のお花も綺麗です。天気いいしね。はい。あ、い、う、あ、何ですか。閉めてくださいね。なんかもうさ、すごい仲良くなってるじゃん、タイ料理屋の時から。お互いもね、こっちの距離感もちゃんと近づいてるから、それが面白い ね。ちゃんとやっぱ出るんだなっていう絵に。わかる、その空気感が。だからやっぱ普段のこういう現場での関係値って本当大切なんだなって思う。大事だね。はい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 、これはもう朝ですわ。あ、いいね。こういうカットってさ、本当に一瞬しか映らないじゃない、うん、本編では、うんうん、それをさ、いいね。